あれ？ピンがない？ゆとり大戦争。怖えよ。アホかこいつは。投げてー。巨乳。むなちち。天才的なネーミングセンス。どこで買えるの？巧妙なトリック。初めての条約。うますぎる。不平等でちゅね。折檻政治。お使いより重すぎる。とても悲しい。やすこさん。ジジネタフワッチ。仲良くして。気をつけろセブン、炎上するぞ。とりあえずならに話す。しっか。やめろやめろ。外来種話さないで。地下せんべいには従順。お。してたの。店の中で。よかったねー。ダメでしょ、戻してきなさい、バイオカン。あら、そうなの。いろいろ。実家から送られてきた。最高だ。一人暮らしで嬉しいやつ。親の愛や。線抜きがない。どこに逃げた？後ろを確認しろよ。どこに逃げよう。志村、後ろ。トラ、怖いね。石をどけたらいた。誰だよ、お前。ダンゴムシ。あ、いるよね。日陰のジメジメしたところによくいるよね。行かないと。ママ一人じゃ怖いよ。そっちかい。親ガチャの大切さが知れるいいボケだ。なんで泣いてんの？まさかの。安心してください。吐いてるのか？各国で受けるから貫禄すら出てきたな。これは吐いてないですね。できるか。真面目に掃除しない男子にキレる。あったな。キー男子きねえ。確実にやりに来ててくさ。ガチギレじゃん。高圧的な彼女。むしろ充電中。なんで普通にしてんだよ。近くに鹿の子が引っかかってません。やむちゃしやがって。初級、中級、上級。生ください。上級はパワーボムなのか。何してんの？どこで売ってんのこれ。おう、いいぜ。ジャポニカ学習長の人が来たのでアピール。採用。何の教科やろうか？ちゃんとお仕事できてて偉すぎる。かわいい合格。交番に行こう。通報されてて草。交番へ続く。持ち主不明のおじさんを拾った。自首を推奨する子の精神力はずば抜けてる。表に三輪車を回しといてくれる？へぇ、ボス。エルトン・ジョンかと思った。あられちゃんのやつ。ろくな大人にならない典型お子ちゃま。思ってたカツオの叩きと違う。全員楽しそうだからいっか。そういうプレイなのかと笑い。それはカツオでしばき。カツオのじゃなくてカツオで。はい、あそこに置き配してます。お前が指定したんやろがい。昨日のブレイキン。この炎天下で注文したお弁当を置きった。ブレイキンヤマト。パントマイムする幽霊。声が、遅れて、聞こえるよ。目的わからんから怖い。幽霊、最近の趣味なんです。死ぬ気で頑張ったんだよ。いけぬなら、潰してしまえ、ランドトシー。これでこっちが本物のランドシーさ。ロケ地下サイリン海公園。キッズ信長。あてめっ何しやがる。アドデイボクネ1603年から1685年。すっごいわかる。日村さんにしか見えん。実際にいそうな名前。日村さんのご先祖。ボケてをやっていて何が悪い？言ってみろ。我に返ると虚しくなる。往生際、かな。心を読まれてる。性格が悪くなることかな。需要参観の案内プリントは捨てたはずなのに。来てほしくない理由丸わかり。ママン。なんで捨てって顔しててくさ。たかし、ちゃんと知らせなきゃダメでしょ。うおう、排泄されてたまるか。あの先は肛門なの。せっかく生きたまま届いたのに。働く乳酸菌かな。たまに出そうで出ない時があるのはこういうことか。行ったことないけど多分スタバ。よくわかったな。なぜゆえにスタバ。俺行ったことあるけど、確かにこんなんやったわ。そうだよ。週8でスタバ行く俺が断言する。サッカーのパス練習は何のための練習？責任のなすり合い。急にボールよこすな。でも結局帰ってくる。俺サッカー下手だったのでよくわかる。シュートしたもん負け。テレポートはまだです。ヨガファイヤーはできました。ヨガフレームもできます。ついにアタオカになってしまった。すでに手足は伸びます。あと、熱々おでんゲーも完璧です。ことわざを少し変えて絶叫させてください。50歩100歩ー。50歩ごとに叫んで喉やられそう。その勢い最高。T シャツ持ってんで。だいぶ変えたな、同じなの頃だけ。人間関係で覚えておきたいこと。
縁がある人とはまた繋がる、嘘をつく人は、語尾に、芯をつける。あの人しかいねえよ。そんなことない芯。特定しすぎ。わわわわわ。点 P は秒速3センチで点 Q は秒速4センチで動いています。じっとしとれんのか。ほんとそう。むずむずするねん。ADHD なのかもしれん。点 P 点 Q、動かなきゃ何も始まらんじゃろ。かの栄光がドラクエの勇者だったらありがちなこと。宗教上の問題で教会が利用できない。蘇生どうすんの？そういえば神主だったわ。八百万の神の人柱だからきっと大丈夫。縛りプレイ。週後半、寒気強まり、大雪、除雪場スターさん。君が、通れるようになるまで、雪かきをやめない。ただの紳士。やれやれだぜ。ただただいいやつ。ジョナさんのセリフなのが惜しい。動きが止まって2時間経ったが、怖くて誰も近づけない。時々瞬きするからまだ生きてるとは思う。世界観。もっと命を大切にしろ。とりあえず救急車は呼んでおいた。何それ怖い。ここを通りたければ5チュールで手を打とう。高い、2チュールだ。カリカリでもいい？せせよ、ぬこ様。では 200% の税付きで、15本納めやす。もふらせてくだせやし。一袋買っただけでは1チュール足らないという。お母さん、弁当に箸を入れ忘れるのはわかりますが。ご飯に海苔で大きく、イエスって書かないでください。多分父さんのと間違えてます。きっと枕もイエス。お盛んですね。こんばんは、プロレスごっこだ。ザ地獄。この背景は殺風景で何も面白みもないと思いました。この背景を面白くする方法を教えてください。ピッコロさんのハイレグにしか見えなくなった。正解。なんてお仏を想像させてくれたんだ。なんという想像力。赤い男に暴行されているとの通報を怪人から受けた。仕方ないじゃん、仕事なんだから。タイムレンジャーはむしろ捕まえる側なのに。怪人、何もしてないのに怪人ってだけで襲われました。赤いの、怪人の存在意義、俺の存在意義。たけし軍団、あまり覚えてないわ。そのまんま、水道橋、筋太郎、木田優、松尾、ガダルカナル、ダンカン、ラッシャー、イデ。枝豆も思い出して。よく覚えてらっしゃる。幽霊も。いでらっきょ。関係性の見える呼び方好き。兄貴、兄貴。ガキ、まあまあ旦那、そんくらいにしてやんな、お。母さ、先生。よくあるわ。かわいいかよ。誰もが通った道。やらかしてない人いるの？この渋い顔で、お母さんっていうのはウケる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。千春を永遠に愛し続けます。1999年5月26日、大輔、ダメでした。1999年6月17日、大輔。千春フル。そんで期間に時計な。からくれないに水くくるとは。結構早く結論出たな。千春、壁に落書きする人無理だわ。苦闘店について、入り口にこんな立て札があった。ここでは着物を脱いでください。これを見たある人、いきなり着物を脱いで、裸になった。周りの人は、苦闘店以前に常識で考えろと、正論で諭しました。そりゃそうだ。正論大事。おっしゃる通りでゲス。逆にそこをついたボケが好きです。自称アウトドア派。自称。まあアウトドアではある。雨降ったらどうすんだ。自然派 YouTuber として売り出そう。盗んだバイクで走り出す。行く先もわからぬまま。えへへ。やだかわいい。何は露天ねん。えへってなんだよ。可愛く言ってもダメ。辛くなったら致死量を飲んでください。ダメです。わかりましたじゃないんだよ。睡眠薬出しときますね。お薬飲んだら楽になりますからね。熊に育てられ、自分が熊だと思い込んで育った想定。シチュエーションが限定的すぎる。何の訓練だよ。もっと熊に育てられた気持ちになって。お仕事大変だね。これで巨人を駆逐するのね。見える、見える。するのね、じゃねえよ。違う、そうじゃない。この世から、一匹残らず。社内旅行の時くらい嫁のことを忘れたいのに、
ゴリラじゃねえか。いっぺん殴られろ。間違いなく鬼嫁。強く生きろよ。彼氏がワンピース読んでからきつい。これはきつい。絶対意識してる。影響されやすいタイプか。麦わら帽子があれば完全にそれ。ダイハード、エピソード0。マクレーンくん。子供時代からこんな過酷な。世界一ついてない男。もうテロリストとも幼馴染みだろこれ。楽しい。俺が休んだ日。あるある。悲しみ。なんだ自分か。元気出せよ。アキス。1、留守の家を見極め。2、瞬時に鍵を開け。3、の時だけアホになり。4、速やかに立ち去る。すごいスピード感。変質者であることは間違いない。俺犯人わかっちゃった。閉まってる扉の鍵だけ開けてく迷惑なやから、爆誕。はい、皆さんが静かになるまで24本刺さりました。敵陣だったのかな？体を張ってらっしゃる。さっさと逃げろ。社会科見学で戦場まで来ちゃったか。PCR 検査で陽性だと言われた。違うそうじゃない。なりきるな。熱があるようですね。どうしてこんなになるまで放っておいたんだ。編成を失敗した勇者パーティー。勇者どれよ。偏りすぎ。前衛が一人もいない。これにはトールキンも苦笑い。隊員が、痛風に襲われた。大げさ。いや痛いけどさ。運動は足りてそうなのに。フォントが白心すぎる。折り損ねた時は、ものすごくダサい。せやな。ひでえなおい。追い打ちをかける。この上なくダサい。おい大丈夫か返事しろ。はい。お前じゃねえよ。コントしとる場合か。なんか楽しそう。よし、搬送しなくても、大丈夫だな。結婚式のスピーチ中におならをしてしまった時言うとかっこいい言葉。祝報。かっこよくはないだろ。ウェディングヘル。司会者はライターを添えて準備してます。しかも実弾入りですね。首に怪我。今日。ケンタッキーにするか悩む。他に悩むべきことがあるだろ。首の怪我との関連性はなんだよ。事故った日はケンタッキーの日。病院行きなさい。暗いとこで光るシールもらった。やるやる。めっちゃ見てる。とりあえず服着てもろて。シールより気になることが多すぎる。奴は去年試験官の他に20人の受験生を再起不能にしている。音大を受けたじゃやん。あり得る。20人で済んでよかった。再起不能はやばい。静香ちゃんはもっとやばいぞ。合コンに遅れてきて無双するタイプの女。この余裕っぷりである。池女は遅れてやってくる。おい、ちょっと感じよべ。これが合コンクラッシャーか。安藤美希。これだ。素晴らしい。なんて綺麗な木。これは気になる木ですわ。上着が届いた。めっちゃ喜んどる。寒そうだもんね。すげえ楽しそう。最初から用意しといてあげて。角度30度で第2問。まだ落ちませんね。ダイビングクイズか。また懐かしいものを。耐えてる耐えてる。角度さらに倍。面倒くさい人に道を尋ねてしまった。10分ぐらいかかりそう。後悔しかない。それでもちゃんと教えてくれる優しさ。ついでにサインももらっとけ。セコムに入ったらうちの番犬がやたらと頼りがいをアピールしてくるようになった。眼光が。そうだよね、頑張れるもんね。目が語ってる。頼りがいアピーム。もう気づいてるけど空気を読んでいる。一応ね。だ、助かった、うわぁ。ホラー映画でよくあるパターン。一旦ホッとさせてから行くやつ。バイトリーダーすげー。まるで腕が何本もあるみたいだ。調味料をいっぺんに。文字通り三面六臂の活躍。すごいけどあんまり役には立ってなさそう。考えなくてよかった頃。振り切ってて草。躍動感すごいな。まだどうでもいい頃。俺も子供の頃は悩みなんてなかった。ごめんね、素直になっちゃった。思考回路はショート寸前。夢から出てきちゃったか。これはお仕置きが必要だな。素直に生きてはいけない。これはアウト。ローマ字読みしましたね。お題も返しもセンスある。この返しは天才的。お題がおもろい。お前は騙されている。この先は病院だ。必死の警告。全力じゃん。真実を知った時にはもう遅く。何？飼い主様やめてください。やだやだ。よく考えると親子丼は残酷な料理だ。
鶏がその子供たちと一緒に調理されるなんて。血縁関係はないので、本当は他人丼。卵、誰だよ、鶏、誰だよ。子持ちの酒をかっさばいて食す海鮮親子丼は鬼畜の所業。3日後ここへ来な、本当の親子丼ってやつを見せてやるよゲス。つうか、よほどこだわらん限り無精卵だし。君ちょっと暗いよと言った翌日の後輩。やばい薬使った?まさかの物理。そうじゃない、そうじゃないんだ。今日のお前、眩しいな。たかが仕事でストレス溜めるなんてバカバカしい。仕事がない人の意見です。ニートブチ。猛禽を思いやる慈悲の心。たかはきっと悲しかろう。働いたら負け。誰も、怪我なし。怪我なし。うますぎる。小峠だらけ。激しい乱闘、不毛な抗議。誰も探してくれないのでウォーリーが変なアピールしだした。わかるけどこんな服じゃねえだろ。こんなスカスカじゃないだろう。気がついてても危なくてスルーだわ。探す必要ないじゃん。家康、泣くまで待とう。秀吉、泣かせてみよう。信長、殺してしまえ。ホトトギス、好きにさせてよ。わら。良いですね笑えるけど切実。確かに。このままじゃトホホギスになっちゃうよ、昭和感。見よう見真似で作ってみたんだが。見よう見真似って左利き仕様にできたんか?山上くん的な話かな?女性よ。ラブドール?60分ハードコース。4人も投入してるとなると結構高そうだ。どこの店だよ。ハードコースだと。120分延長で。全米が鼻で笑った究極のラブストーリー。一体どんな内容?僕は死にませんからの即死。ケイトマコのロイヤルラブ。クス。鼻で笑うというか金返せだろ。古い。AI に書かせた桃太郎。頭のティアラがカオス。桃じゃなく桃太郎だな。AI もまだまだだな。どっちかというとピーチジュン。患者のお父さんが手術室まで入ってくる上にやり方にまで口出ししてくる。面白い。吹いたわ。うぜえ。ほな自分でやりなはれ。君ならあの後ろ、どうやって攻める?大砲を使います、ボロン。まあそれが大砲だとしても、いざという時に役に立たないじゃん。敵が攻めてくる前に、勝手に一人で撃ったり、一発しか撃てないし。その豆鉄砲しまえよ。その大砲威力弱いだろ。その陰徳武器しまえよ。ふざけるな。左だ。それは仕方ない、台風にも好みというものがある。フェチは右だ。台風は勝っているじゃないか。しかしなんだろう思えない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。